はい、どうもです。今回は、大農業時代ということで、まあ、PVP サバイバルでもね、そこまで、農業っていうのはやったことないんで、まあ、なんかガチガチに農業をするっていうよりも、すごいでかいね、農園を作ろうかなと思います。で、今ですね、それ用のスプリンクラーだったり、まあ、シーリングライトをクラフトしております。で、ちょっと前にですね、漁業をするということで、海岸の方に漁業拠点を建てたんですけど、まあ、そのね、漁業拠点の2階部分を農園にしようかなと思っております。まあ、ということでね、早速、そちらに移動しようかな。で、そこへ行く前にですね、まず、バンディットキャンプによって、農園に設置するプランターをですね、スクラップで購入していきたいと思います。バンディットキャンプに着きました。プランターはね、ここで買えます。7つほど買っていきましょう。そして、ここでですね、ピクルスを買っちゃおうかな。持ちきれないので、包帯を捨てて。ということで、今から漁業拠点に向かいたいと思います。さあ、漁業拠点見えてきました。相変わらずの枝強化。で、一応ですね、準備してあるんですよね。で、これらのものを使って大農家拠点を組んでいきたいと思います。ピクルスをね、コンポスターにぶち込みましょう。一番奥側を階段にしようかな。この辺から石強化していきましょう。全部土台は石強化しちゃいます。土台じゃねえか、床か。めちゃめちゃ石使うな、これ。全然石足んねえんじゃねえか、これ。もしかすると。思ったより石使う。拠点から石持ってこないとですね。まあ、その前にプランターを並べちゃおうか。一応この列はプランター置かないとして、窓枠をつけていきましょう。まあ、この辺からプランターを置いていこうかな。よいしょ。うわ、置くの大変。ギリギリ置けねえ。まあでも綺麗に置こうと思ったらいけるのかな。ちょっとずれちゃってる。置くのめちゃくちゃ雑になるわ。今めっちゃ自分がバカなことしてるってすごい思いますね。設置めんどすぎでしょ。で、これスプリンクラーをどうするかだな。これプランター置いてある部分に設置できるのか、それか屋根をつけなきゃいけないか。あ、ずれちゃった。やみそう。てか、なんならプランターまだまだ置けるっていう。100置けるぞこれ。頭おかしくなりそう。あと1列置けるな。ということで、プランターもう10枚置いていきます。よし、これで、プランター100枚置けました。塞いでいこう。
言っとくけど、ここ当倍サーバーだからね。バカすぎでしょ、やってること。この資材は全てちゃんと集めたものなんで。木材足らんくなった。あ、やばい、建築できない。お、嘘だろ。それはさすがに不格好だな。でも今さら枠を建築できるわけもなく。どうしような、これ。やらかしてんだけど。この床を全部壊す。まあ、そっちの方がまあ見栄えはいいけどね。でも夜な。体力やばいよな、これ多分。計画性なしの建築だった、完全に。10×10 は無謀すぎる。あの、スプリンクラーを設置できるかどうかだな。シーリングライトはちょっと無駄になっちゃいましたね。こいつが置けるのか。うわー、スプリンクラー置けねえ。やべえ。さすがにスプリンクラー置けねえはやばいわ。まあ、壁はスプリンクラー設置できるとして、この内側どうすんだって話なんだよね。自分でこれ全部水あげる？そんなことできんのか、俺に。ソロだぞ。絶対できねえだろ。ということで、朝になってきました。トウモロコシの種結構あるんで、植えていきたいと思います。気が遠くなるぞ、これ。で、ちょうど天候雨降ってくれてるから、ウォーターが溜まってってるね。これはありがたい。まあでも、ライト的に微妙なのかな。よし、とりあえず1列植え終えた。2列目いきます。スプリンクラーいらんかったな、これ。ありがてえわ。初めてラストの天候に感謝する時が来た。いつも雨とかで切れてんのに。プランター置いてる時もそうだったけど、マジでこれ病むぞ。ちゃんと育ってくれよ。期待してるんだから。植える速度を上げていこう。植えミスしそうだけど。ガチで植えるのに一苦労だ。けどまだ長いな。クリックしすぎて手首疲れてきたし。お、まさかのぴったり。え、ぴったしなんだけど。種900持ってたのか、ちょうど。すげえ。え、全然しかも育ってねえ。直やりで。おい。お、こっちにも入った。ウォーターが 57%。水の量が少ないっぽいね。マジで水のあげ方雑。4つのプランターの中心であげたらどうなる？4分割されるのかな、これ。4分割でもいいかも。マジで手であげんの本当にやべえ。大変すぎる。他人の家から水パクる。大体ウォーター3000超えてるかな。この辺はウォーター 100% だ。この差は何なんだ。お、
ここ育った、ここ優秀っすね。肥料差し上げます。え、ここも優秀やるね。はい、成長した。ここの遺伝子半端じゃねえ。種900植えて、そのうちの3つだね。ここのプランターは収穫するんじゃなくて遺伝子取ろう。